第25節まもなくティップオフです。今ティップオフです。右から左に攻めていきます。白のアウェーユニフォーム星ヶ谷アルファーズのボールで始まりました。加藤に松山がつきます。林翔太郎がカットインしていました。その林がもらったスリーポイント、林翔太郎です。アイバナーカスとバックダウン。アイバナーカス3秒バイオレーションは大丈夫か。エチェニケからタラータクシ、今度は右のウィンクだ。連続のスリーポイントです。ショーディフェンスに行ったジャスティン・ハーパー、アイバナーこれでスイッチしてますね。アイバナーカスパスに変えて飛ばしてから菅野翔太決めました。 LJ ピーク、ホテラ・ハミルトン・ゲイリー、 LJ ピークスイッチした。ビシェンズがついている。リバウンド強い。ファールがありました。ホテラ・ハミルトン・ゲイリーエンドワンです。最後の攻撃です。10秒を切りました。川谷がスリーを打ちます。最後決めて20点に乗せました。松山ブロックしたエチェニケ、そしてファストブレイク、テレンス・キング、スピンムーブからのショットです。ジャスティン・ハーパー、テレンス・キングが狙っていました。長谷川ワイドオープン、リングに巻いて入りました。越谷3つ、福島3つで再開しています。スリーポイント松山です。スティックにいたエチェニケスイッチしている。川谷はロングツー、このショットも決めました。川谷追いつけませんでした。エチェニケファールがありました。エンドワンです。ピークからピックアンドロール、ジャスティン・ハーパー、ファールがありました。エンドワンです。リバウンドはコテラ・ハミルトン・ゲイリーです。越谷はビッグラインナップの時間帯、ピックを使ったピーク、さあ同点のポゼッションとできるでしょうか。 LJ ピーク試合を振り出しに戻します。越谷アルファーズ、松山パスに変えた、星川スリーポイント、オフェンスリバウンドが迫っている。 LJ ピークパスに変えた、ハーパーエンドワンです。ジャスティン・ハーパー、加藤が時間を使う。アイバナーカスがハイピックに行った。ここでスイッチしている。反応からキング、落ちました。そしてファイナルブザーです。